前に西宮巡り北部編ということで、バスに乗って、西宮を見学しました。今回はその南部編ということで、今度は電車と徒歩で、西宮の南部の、郷土資料館、それから御前浜で、西宮砲台、西宮神社を見学しました。実際に目で見てお話を伺うことで、私たちの町、西宮をより知ってもらいたいということ、それから知ることで、郷土に対する愛情をさらに深めてもらいたいという、願いを持って、3年生でこの行事を毎年実施しています。すぐメモしてください。忘れやりたい。ないですよ。お正月とか。昔は竹とか金今から顔真っ黒になった。触りきれない。手痛い。何か気持ちの方が痛くなる。汚れてるところにあったよね。どうぞ触ってください。どう？じゃあどうぞ。アイロンは重くて、今のアイロンとはプラスチックだから全然違うなと思いました。炭火アイロンはすごく重くて、どうやってしたのかよく、すごい違う。落書きとかされていたけど、とても心に残りました。昔から本当にできてるような、まあ、中身はもうほとんどあんまりなかったけれど、やっぱり昔からできてるようなものでした。西宮神社にはいろいろな屋台とか神様とかがいるんだなと思いました。家族が健康でいられますようにと願い事をしました。
こともあって難しいこともありましたが、これも次につながることだと思うので面白かったと思います。いろいろな歴史を知って勉強になったから、学校でもそれ活かして頑張りたいです。